1>, 申込1、2018年投稿、子供用品店チェーンでもあり、子供写真館、スタジオマリオも運営している会社、また、アップル製品の修理事業なども委託されている、年中無休、リビ,ビタル昇給、年賀状減少、少子化、スマホの普及、毎年下がっていく売上と将来が不安、さらに全国転勤も猛烈な頻度であり、嫌ならエリア限定社員となるが、その場合、賞与は半額以下。 なおエリア限定社員でも転居を伴う移動があり腰を据えて働くことができないお疲れ様です社畜ジャパンです今日はカメラの北村の会社の口コミを紹介します口コミ2まずはカメラの北村の年収関係を見ていきましょう有価証券報告書によると少し前のデータですが平均年齢は38歳平均勤続年数13年平均年間給与は465万円とのことでした また転職サイトには下記データが載っていましたので参考にしてみてください。口コミ32022年投稿北村で働いて早4年半です。入ってすぐにコンデジ担当になり毎日あたふたしていました。北村はカメラ以外にもプリントサービスがいろいろあるので覚えることが多く大変です。ラボやカウンターなどどちらでもできるようにならないといけませんし、あと紙や過度な茶髪でなければ OK。 爪は写真を扱うのと、お客さんに写真を渡す際に確認していただくこともあり、手先を見られるので短めに。口コミ、4、2022年投稿あまりにも転勤の頻度が多すぎたので退職。1年で1回のペースの転勤でも過酷なのに、ひどい人だと2年半で3回経験した人もいる。独身のうちはまだなんとかなるが、結婚して家庭を持つと、途端に厳しくなる。基本単身赴任という選択しか残らないし、家族と離れ離れになるのは辛い。 ただ会社が家賃の8割を補助してくれるので、年収の割に生活の苦しさを感じない点は救い。口コミ5。引用恋愛指揮法、スタジオマリオで働く社員からは、週4から5で働いているのに、契約が週3契約だからボーナスがもらえなかった。何年働いても時給が全然上がらないというタレコミも入っており、ちょっと心配な部分がある。しかし、カメラを愛している社員も多く、苦しい労働環境にもめげずに希望を持って働いている。 給料待遇面には目をつぶってひたすらカメラ愛に身を捧げる系男子を求めている女子はぜひ一度店舗へ。口コミ62022年投稿正社員になった場合給料と賞与は契約社員と変わりません給与は地域によって違いますし昇給があるので年々上がり賞与は7月と12月各1か月分程度です転勤は結構頻繁にあり新店舗があれば行くことになる可能性は高いです 正社員登用は年に1、2回あり、きちんと実績もあるので、成績さえ良ければなるのは難しくありません。契約社員と正社員の違いは、福利厚生と退職金、転勤の有無くらいです。口コミ7、2022年登校、本業アップル製品の修理、副業カメラの会社、アップル関連の事業部は地獄のように忙しい、その上、修理という特殊なサービスであるがゆえに、顧客から受けるストレスも半端ではない。 間違って基盤を壊した場合は死ぬほどめんどくさくなるのでここだけは最新の注意を払っているなおイライラしている顧客相手の商売なので暴言を吐かれることも多数早く直したい気持ちはわかるけどそれを我々にぶつけたところでどうしようもない口コミ82022年投稿マリオでは着付け部屋カメラマンなどすべての業務をマルチに行っていますそのため入社当初は覚えることのオンパレードでかなり苦労しました どの作業も小さなお子様の機嫌次第で大変になるので、お着替えや着付け根や速さが必要。また、スタジオは狭く、スタッフ自身も動きにくく、加えてお子様が怪我をしないように監視しないといけない。子供が好きだという理由だけではなかなか続かない。口コミ、9。2022年投稿、マリオは入社して経験もないのに、すぐに店長になります。最短で入社後3ヶ月でなったというケースがありましたしまた、移動もかなり多いので、家族が転勤に振り回らされることになります。 男女関係なしの異動員となるので、結婚、転勤を機に辞める女性正社員も多数。私自身も転勤の内示を受けて退職しましたし、地域限定社員の範囲も広すぎて意味がありません。口コミ102023年投稿、マリオで働いていますが、機嫌の悪いお子さんを笑顔にさせるのは大変です。よほど子供好きじゃないと難しいかもしれません。覚えることも非常に多く、CM 以上のハイテンションで、かつもっと激しく動き回ります。戦場です。 ただ子供は可愛いし衣装も素敵だし売れると達成感あるしハマればとても素敵な仕事口コミ112021年投稿カメラの販売は10年前と比べると1割まで落ち込んだまた今は写真をプリントせずに SNS で共有するのが当たり前な時代結局市場縮小のスピードには抗うことができないのでなんとか別のサービスで飯を食っていくしかないただ収益改善の方法が店舗の閉店による固定費削減に耐えりきりな現状ではどうしても悲観的になる 口コミ122022年投稿人員不足で休めない店舗も多いし土日は勤務忙しさのあまり事務作業を閉店後やプライベートの時間を使って乗り切る社員も多い新人ばかりの店舗だとどうしても店長は無理をして連金せざるを得ないし本当に店舗によるただ福利厚生は充実している家賃の自己負担は2割で済むので大変ありがたい残業代も1分単位で支給されますでもとはいえ年収は低く店長でも350万円程度です 口コミ132021年投稿3級1級時短などの各種制度は整っており女性が多いので子どもの急な発熱などの理解がある女性の場合はスタジオマリオに配属となる場合が多い写真館の場合は子ども相手のサービスとなるのでこれはスタジオアリスなどでも同じですとにかく人手が足りておらず正社員だと配属1年早い人だと半年で店長になる場合もあるただ結婚している女性でも関係なく全国転勤が待っているのでどうしてもことぶき退社せざるを得ない 口コミ142022年投稿退職金やボーナスがあるのは正社員のみであり地域限定社員として働く契約社員にはないマリオは女性の職場であるにもかかわらず頻繁に全国転勤があるので女性は働きにくい結婚して出産しても子どもの友人関係や家の購入夫の仕事の状況などは考慮されないまた土日が繁忙であるため休みの申請はほぼ通らず家族とのすれ違いが多くなってしまう点も嫌でした口コミ15 2022年投稿カメラが好きなら全然お勧めできますがもし興味が全くないならバイトはやめておいた方がいいですなんだかんだで査定や販売でカメラに関わることが非常に多く知識がないとスムーズに業務が進まないあと時給はほとんどのすべての業務ができるようになっても最低賃金から70円ほどしか上がりません店舗によって総労働時間や採用人数が決まっており常に人手不足社員の数が足らず重要案件が重なると店が回らないということもよくありました口コミ16 2014年投稿 iPhone 修理担当だと回線契約などはしませんただ店舗によってはカメラの北村の業務を手伝うことはありますだから修理受付だけをやっていればいいというわけではないです修理の受付がメインですが故障したことに苛立だったお客様も多いので八つ当たりに会うこともあります精神的に楽しい仕事ではないですね体力的には比較的楽だとは思います口コミ17 2022年登校、北村の店舗でアルバイトをしているが、年末年始の繁忙期でも時給アップはなし、少人数で全ての業務を回す必要があるので、○○の担当ではなく、全ての業務を学ぶ必要があり、なお、バイトから正社員になることはほぼない、交通費は支給されるが、駐車場代が毎月いる点は嫌だった、直営店と委託店ではいろいろ違うかもしれないけど、<laughs> 口コミ18、2022年登校。 仕事内容は予約などの電話対応や受付、お衣装選び、着付け、ヘアセット、撮影、撮影補助、写真選び、着物のレンタル制約、お会計、届いた写真の検品、商品の加工、備品の発注、かなり多くのことを覚えないといけないです。バイトの募集要項にはアシスタントをする程度の記載だったので、仕事量の多さにびっくり、時給はほぼ最低賃金なので、全く見合っていません。スキルアップもしていましたが、昇給はしませんでした。 口コミ19。引用会社ホームページ、カメラの北村で店長として働いています。最近はデータの保存に関するご相談も増えてきています。ビデオデッキがなくなる中で、小さい頃のお子さんを撮ったビデオを DVD に残したり、古い写真を複製したり、店長の仕事としては何よりも人材の育成が大事。常日頃からコミュニケーションをしっかりとって、お客さんも、おスタッフも、全員が笑顔になれるお店にすることが目標です。口コミ20。これで最後です。 2023年投稿スマホ販売デジカメ年賀状写真プリント主力商品をめぐる環境は自利品ただリユーススタジオ思い出サービスを事業の柱として再建査定に AI サービスを導入するなど効率化も進め売上高も復活してきている確かに連結業績の推移を見てみると売上高は回復基調にあります以上がカメラの北村の会社の口コミでした皆さんどう思われましたか ぜひ感想をコメントで教えてください。はい。本日の動画いかがでしたでしょうか今後も皆さんにお役に立てる動画を配信してまいりますので、是非是非こちらをクリックしていただいてチャンネル登録をお願いいたします。それでは次回の動画でまたお会いしましょう。では、さようなら。